ね。うまいな。一丁上がり。姉さん、おかりさん、ここが一番身が詰まってんだから。あ、お前ここ食べなきゃダメだよ、ここ。あ、こんな入ってる。うん。それで甲羅はね、指でこうやって、こうやってしゃぶんの。あれ、こんなとこも食えるんですか。うん。ゆうさん、北海道生まれ？いや、俺は九州。え、九州ですか？あんたも九州だろ？わかりますか？わかるよ、言葉聞いて。俺、飯塚だ。ああ、飯塚ですか。飯塚。炭鉱町ですね。うん。俺は、博多です。ええー、博多の坊ちゃんか。どうせ中洲あたりで悪いことしてたんだろ。大したことなかったよね。あんたチンピラだったの。チンピラじゃないよ、ちゃんと高校出てんだから。どうせ不良でしょ、タバコ吸ったりしてたんでしょ。タバコぐらい吸ってさ、授業サボってパチンコしたりしてさ、よく絡まれたんすよ、チンピラに。パチンコ屋で？うん。一生懸命パチンコやってたの。うん、そしたら、叩くんだよね。ふっと振り返るとさ、黒の背広着てさ、腹巻き締めてさ、高校生やろ？あんた高校生やろ？あ？で、暗いところ連れて行かれてさ、ゼニバ出してごらん。ゼニバ出してごらん。いいけん、ゼニバ出してないって言われてさ、俺怖くなってすぐ出したよ。悔しかったね。ほんと頭きてさ、柔道部入ってさ、一生懸命柔道やったよ。ほんと一生懸命やったよ。でさ、2年ぐらいやったかな。ふっと気がついたらさ、体のバランスが全体的におかしくなってんだよね。手足がほとんど伸びてないんだもん。まいったよ、伸びてないんだもん。肩荒れてくるしさ、足なんかこんな感じなんだもんね。鏡で見たらゴリラだよ。自分でおかしかった。まいったな。あ、どっか行くんですか。朝まで喋ってろよ。すねちゃって。なん？乗ってけよ。どうせ帯広まで出るんでしょ。いいよ、私は汽車で行くんだから。なんで、どうせ俺も行くんだもん、帯広まで。なあ、頼むよ。一緒に行こうよ。一人じゃつまんないよ。じゃあ、あの人どうすんの？あいつは自分で勝手に行けばいいんじゃないか？そんなのかわいそうよ。なんでかわいそうなんだ。関係ないだろ、あいつなんか。焼いてんの、あんた。バカ野郎、お前。焼くわけないから。